あなたはこの人を一生愛することを誓いますか？この男なんですよね、古谷さんの同期を。突如安室さんの前に現れた因縁の相手。あいつとの1週間は大体覚えてる。でもこれが僕たちの最後の日の出来事さ。3年前の11月6日、安室さんは松田刑事に会ったんだよね。さあ、君はどう動く？火が灯された運命のスクランブル。僕が大好きで恋焦がれているのは、今祝祭のハロウィンが狂乱の夜行へと変貌する。安室じゃない、公安警察古谷玲だ。劇場版名探偵コナン、ハロウィンの花嫁。あの日の約束まだ果たせてねえんだからよ。